さあみんな並んでごらん。おやつあげようね。はい、梅ちゃん。はい、梅ちゃん。はい、リンリン。リン。リンリン。あれ？リンリン。おった。はい、リンリン。はい。で、みーかん。くるみたーん。くるみーん。くるみちゃん。しごの、おった。はい、くるみ。くるみ、くるみ。はい、くるみちゃん。チャクラー。はーい。キビちゃん。はい。あんちゃん。はい。あんず、はなちゃん。はい。えいりかー。はい、えいりちゃん。すだちー。はい。すずー。はい。たらちゃん。たらー。待った、待っとった。はい、たらちゃん。んーで、ちょっと、で。たらちゃん。かいじー。かいじくん。後ろで待っとった。はい、かいじ。ぽぽー。しゅんぽー。しゅんぽー。おった。はい、しゅんぽー。もみちゃん。はい、もみたん。はい、まちゅう。はい、まちゅう。はい、取られんなよ、大人に。食べんの早いな、みんな。キビちゃん、デブデブ。今日はね、うちはフィラリアのお薬を、一年中飲ましてるんですよ。蚊の出る時期だけね、フィラリアの予防の薬を、予防の薬というか、実際には虫下しなんですけどね、あれ。それを飲ませてればいいという話で、で、まあお土地によって違いますが、まあ、去年私大阪に住んでおりましたので、大阪の場合だったら4月に蚊が出るから、5月から飲ませ始めて、10月ぐらいまで蚊がいるので、11月まで飲ますと、虫下し。で、そのパターンの場合、また来年ね、血液検査して、あ、取れるよ。取れや取らんの。うん。で、血液検査をして、で、フィラリアがいないことを確認する作業をしなくちゃいけなくなるんですよね。だから我が家は1年に1回、1年1回は、その蚊が出る時期だけではなく、1年中、1ヶ月に1回フィラリアの薬を飲ませて、虫下しをして、で、フィラリアがいない状態にしてあげるという考えなんですね。というわけで今日はフィラリアの薬をみんなが飲みましたので、いい子にちゃんと飲んだねということでジャーキーをプレゼントしました。よかったね。おいしかった？おいしかった？痩せ痩せの。あんたはあげよう。はい。はい。